平岡監督の電撃解任から一夜明けた今日の練習選手はいつもと変わらない様子でグラウンドに入りました新たにチームを指揮するのはヘッドコーチを務めていた篠田義行監督です本当に、えー、責任を重く感じて、えー、平岡さんだけにこう責任を取らしていいのかとかいろ、えー、んな考えがありますけれども 私もそれに対してあのしっかりと全うしたいというチャンスがあればまたそのチームの指揮を上げたいなというふうに、まあ、率直に思いました前を向いていこうという力強い言葉とともに全体練習をスタートさせた篠田監督。2019年にもシーズン途中にエスパルスの監督に就任し J1 残留。 2020年以降はコーチとしてチームを支えてきました現在エスパルスはリーグ戦3連敗中で J2 降格プレーオフ圏内の16位に沈んでいますシーズン途中での監督交代は4年連続ですここから巻き返しへチームはあす天皇杯2回戦に臨みます 本当にそう、エスパルスが好きで、エスパルスのためにって、ずっと応援してくれてる人たちのために、みんなでやり続けたい、誰も諦めることなく、こう、まあ、出していきたいなっていうのは、ます選手たちがやはりこう躍動感を持ってプレーできるように、勝利を届けられるように、あのとにかくチームをまとめて、どういう相手でも、 90分が走り抜いて、えー、しっかりとしたゲームをしたいなと思います。